どうしよう。あんなこと言った手前、なんかそういう空気になってしまった気がする。お嫁さんになる覚悟はできてるから。しちゃっていいのか。佐藤、どうしたの。こういうのじゃない。俺と姫の初めては男、俺の姫への10年間の思いが。何それ、キモい。幼馴染から一足飛びに夫婦になったんだ。ちょっとずつな。うん、そうだね。